幸せの王子。ここはイギリスのとある田舎の町です。この町の中心にある広場には幸せの王子と呼ばれている王子様の像がありました。全身に金箔が貼られ、両目にはサファイアが、そして剣の柄にはルビーがはめ込まれていました。ある夜、この町にやってきた一羽のツバメが王子の像の足元に止まりました。ツバメは暖かい南の国へ向かう途中で仲間たちとはぐれてしまったのです。ふう、今日はもうずいぶん飛んだし、ここで一晩休ませてもらおうかな。あー疲れた。ツバメはすぐに眠くなり、うとうととし始めました。すると、あれ、冷たい、雨かな。ツバメの頭にぽつりぽつりと冷たい雫が落ちてきました。よく見ると、幸せの王子の像が両目いっぱいに涙をためていたのです。一体どうしたのですか、王子様。ツバメが驚いて尋ねました。すると王子はじっと遠くを見つめながら答えました。ツバメくん、僕はね、この町に不幸な人がたくさんいることにもう耐えられないんだよ。ほら、見えるかい？この通りの先にある小さな家に病気の子供が寝ているんだ。家にお金がないから薬を買うこともできない。このままではいずれあの子は。あ、そうだ、ツバメくん、僕の剣の柄についているルビーを外してあの子供の元に届けてくれないかい？ツバメはとても疲れていましたが、王子があまりに必死に頼むので、一度だけ王子の手伝いをすることにしました。ツバメは王子の剣の柄からルビーを外すと、病気の子供のいる家に飛んでいきました。ツバメはほんの少し開いていた窓から部屋に入り、寝ている子供の枕元にルビーを置いて、王子の元へ帰ってきました。王子様、言われた通りにルビーを届けてきましたよ。でも不思議なんです、ここはこんなに寒いのに僕の体の中がポカポカしているんです。それは君がいいことをしたからじゃないかな。王子はそう言ってツバメをねぎらいました。次の日、ツバメは王子にお別れの挨拶をしました。それでは王子様、僕は南の国へ旅立ちます。さようなら。ああツバメくん、もう一度だけ僕の頼みを聞いてくれないかい？ダメですよ、もう行かないと仲間たちに追いつけなくなってしまいます。お願いだよツバメくん、どうしても助けてあげたい人がいるんだよ。わかりました、これで最後ですよ。ありがとうツバメくん。すぐそこの柱の陰に寒さで震えている女の子がいるんだ。どうやら住む場所も食べるものもなくて困っているようなんだ。ツバメくん、僕の両目のサファイアを外してあの女の子に持って行っておくれ。それを聞いてツバメはとても驚きました。王子様、あなたの目を外してしまったら
もう何も見えなくなってしまうじゃありませんか。僕のことなら心配いらないよ。さあツバメくん、僕の目を外しておくれ。ツバメは言われた通りに王子の目を外して、それを女の子の手のひらの上に置きました。まあ、なんて綺麗な宝石。ありがとう、ツバメさん。女の子は大喜びでどこかへ走っていきました。次の日、ツバメは王子にこの町を飛び回ってみた様々な人々の様子をありのまま伝えました。この町にはお金があって豊かな暮らしをしている人がたくさんいましたが、貧乏でお腹を空かせている人もまたたくさんいました。ツバメくん、僕の最後の願いを聞いてくれないかい。君がこの町で不幸だと思う人に僕の体の金箔を剥がして持って行ってくれないかい。王子は穴の開いた目から涙を流して言いました。ツバメは王子の気持ちがよく分かっていたので、何も言わずに王子の体から金箔を剥がし、それを人々のもとへ持っていきました。おお、これでパンが買える。ありがたい。神様、ありがとうございます。町中から喜びの声が上がりました。しかし、金箔の剥がされた王子の体は次第に金色から薄汚れた灰色に変わっていきました。その夜、町に雪が降りました。寒さで弱ったツバメにはもう空を飛ぶ力も残されていませんでした。それでもツバメは必死に王子の肩の上に登っていくと、その頬にキスをしました。王子様、今度こそ本当にお別れです。そうか、ようやく南の国へ行くんだね。さようならツバメくん、ありがとう。両目を失った王子には弱り切ったツバメの姿が見えませんでした。いいえ、王子様、僕が行くのは死の国です。さようなら。ツバメは王子に最後の挨拶をした後、そのまま地面に落ちていきました。ツバメはとうとう死んでしまったのです。その時、王子の鉛の心臓があまりの悲しみに耐えきれずに真っ二つに割れてしまいました。次の日、王子のいる広場に町の人々が集まってきました。あれ、幸せの王子の像はどうしたんだ。ボロボロじゃないか。ルビーもサファイアもなくなっているぞ。こんなに汚い像はこの町には必要ないわ。すぐに壊してしまいましょう。まあ、象の足元にツバメの死体があるわ。誰か捨ててきてよ。こうしてツバメは町のゴミ捨て場に捨てられて、王子は町の人々に倒され溶かされてしまいました。しかしなぜか王子の鉛の心臓だけはどんなことをしても溶かすことができませんでした。溶け残った鉛の心臓はツバメの死体と同じゴミ捨て場に捨てられました。さて、その様子を見ていた天の国の神様は一人の天使に命令しました。今からあの町へ行って、そこで最も美しいと思うものを持ってきなさい。すると天使は
町のゴミ捨て場から王子の鉛の心臓とツバメの死体を持ってきました。神様は天使に優しく微笑みました。とても良いものを選びましたね。このツバメにはいつまでも暖かい天の国の空を飛んでもらいましょう。この幸せの王子の鉛の心臓は私が大切にしまっておきましょう。こうして王子とツバメは神様のもとで本当に幸せになることができたのです。